に託されたファンの夢、思いを力に変えて走るグランプリ宝塚記念。人気と実力を兼ね備えたネオユニバース、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、タップダスシティ。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってグランプリウマ娘シンボリクリスエス、1番人気です。気合十分、いい顔してますね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは名勝怒涛、アグネスデジタル、タップダスシティ。期待通りの結果を出せるか。1番人気シンボリクリスエス。先頭集団を見ていきましょう。先頭をかけます名勝怒涛。2番手の位置で先頭を伺うのはタップダスシティ。さらに16番、2馬身離れてアグネスデジタル、シンボリクリスエス。ここにいた1馬身離れてネオユニバース。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭を行ったのは名勝怒涛。続きましたタップダスシティ。3番手に16番、アグネスデジタル。4番手、5番手にはシンボリクリスエス。内を回ります。9番、シンボリクリスエス。落ち着かない様子、スタミナを切らさないか心配です。先頭は依然名勝怒涛、1馬身リード。第2コーナーを抜け向こう正面に入った。依然先頭は名勝怒涛。続いてタップダスシティ、1馬身離れて16番、あとはアグネスデジタル、5番手、シンボリクリスエス。それを見るように9番、マーベラスサンデー、並んできた。差がなく11番。すぐに続いてネオユニバース。外には AM オペラ王。すぐに続いて稲荷湾、8番、並んでくる。すぐに続いて1番、さらに内から2番、その外並んで5番、少し後ろから7番、後方2番手に13番、17番、現在しんがりだ。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。シンボリクリスエス、外で足を止めています。ギリギリ詰める。シンボリクリスエス、さあこれから坂、仁川の舞台はこれから坂がある。シンボリクリスエス、強い、強すぎる、完全に抜け出した。200を通過。タップダスシティ追いすがる。シンボリクリスエス、リードは7馬身。2番手争いはタップダスシティ、名勝怒涛、シンボリクリスエス。強いとしか言えない走り、次のレースが今から楽しみです。シンボリクリスエス、2大グランプリを制覇、実力ナンバーワンを見事に証明してみせました。2着にはタップダンスシティ、3着に入ったのは名勝怒涛。ミッションアカンプリッシュ、今後も恩義に報いてみせる。